あ、おはようございます。エリカチャンネルのショーです。うー、眠い。今日はですね、朝仕事に行くときと、帰るときなんですけど、ちょうど太陽の光が正面に来てるんですね。で、朝は眩しいと思いながら行って、帰りもうわあ眩しいと思いながら家に帰ってくるっていう状態なんですよ。で、サングラスとかつけたりとかしてから行ったりはするんですけど、もうちょっとどうにかならないかなと思いまして、今回はバイザーをちょっと買ってみました。はい、こちらですね。今ちょっと光の加減で影になってるので見づらいんですけど、ここに2枚あります。1枚がこのよいしょ、夜用らしいです。ともう1個がもう1つが、日中用らしいんですが、今これ一緒になってるのでどうやってやり、まあこれでいいのかな。で、助手席の方にもつけたんですよ。助手席はもうこれ一つなんですけど、まあこれがつくだけでもだいぶ違うんじゃないかなと。運転席のやつよりもでかいです。あのサイズでこれっちもこれだったら嬉しかったかな。ということで、ちょっと、近所を走ってみたいと思います。はい、ちょうど今出ようとしたらですね、エアコンの業者さんがちょうど来られました。っていうのも、我が家はエアコンが壊れてまして、冷房が全然でした。なのでちょっと連絡をしてみたところ、まあ1週間ぐらいで来てくれましたので、それがちょうど今でした。まあどうせ2時間ぐらいかかるってことなので、ちょっとそのまま出てきたいと思います。じゃあちょっとこれで分かりづらいかもしれないですけど、撮っていきたいと思います。どうしよう、最初なしでいくか。ちょっと時間も経っちゃったので、太陽の位置が結構上の方に来て、今ちょっと確認できないんですけど、これが朝だとですね、ちょうど正面にいてですね、眩しいんですよ。そっか、これじゃあちょっと撮っても意味がないな。夕方ちょっと撮りましょうかね。さあ、夕方になりましたよ。いい感じに眩しい感じになってます。はい、こんな感じで朝も帰りもこんな感じなんですね。で、なのでサングラスがどうしても大事になってきます。で、昨日買ったやつがこれですね。よいしょ。ちょっと角度的に今はみ出してるのであれなんですが、この黄色だけだとダメですね。よいしょ。はい、この黒まで入れるとだいぶ違うんじゃないんでしょうか。まあ若干サイズの問題はあるんですけど、それでもないよりはマシかなと思います。ほら、はい、助手席側もそうですね、これがあるかないかでやっぱり全然違うかなと思います。どうしても角度的に多分こんな感じかな、目線はなるんで、どうしてもここが
眩しいんです。ただこれが正面に来た時は全然違うかなって。そういやこれは確かスライドするとか言ってたな。今助手席のは少し左に寄せました。まあこれでいっぱいいっぱいだったので、結局このルームミラーの下あたりってのはどうしても眩しいです。なのでとは思うんですけど、まあ本当これがあるかないかが違いが出てくるとは思います。実際ちょっとドライブしてみようかとも思ったんですけど、ちょうどいい感じに今なってたので、もう家でそのまんま終わらせるっていうちょっとずるさが出てますが、まあこんなんでいいんじゃない、わかるかな。今工事が終わりましたよ。新しくなった。わめっちゃ涼しい。やったそれでは今回はここまでです。俺にかかってこい。